回、すいません。はい、あの何年間ぐらい入れ墨を掘ってますか？25年から30年ぐらい、ちょっとよくわからないですね。はい、はい、あの掘るようになったきっかけは何でしょうか？きっかけはかっこよかったからかな。はい、わかりました。あの堀光さんも入れ墨を入れてますね。うん、あの最初の入れ墨はいつでしたか？もう覚えてないよ。覚えてない。はい。うん。わ、すごい若い頃ね。はい、わかりました。あの。どうして入れ墨が欲しかったでしょうか？かっこいいから。それもかっこいいと思いますか。はい。あの堀光さんのキャリアなんですけど、最初は師匠がいましたか？初めはね、師匠じゃなかったね。あ、はい、あの機械を自分で買って自分でやってたね。はい、わかりました。あのでもそれから師匠がいましたね。うん、はい、あの師匠のことどのぐらいでしたか？どのぐらい、何？あの何年間ぐらい師匠が、うん、あのいや、日本は弟子になったらずっと、もうあの10年間一応勉強して、はい、その後もずっと勉強、ずっと勉強、はいはい、でも10年間はちゃんと師匠のところに行って、いつも勉強、絵描いたり入れ墨を見たり、あとはお客さんの、ケアをしたり、はい、掃除したり、たまには料理も作ったり。あ、本当ですよ、料理も、うん、何でも全部やる。はい、わかりました。あのどうやって師匠を探しましたか？池袋でやってて、自分は池袋で最初にやってて、で池袋に有名な先生がいるって言って、はい、それで挨拶に来たんですよ。はい、近くでやってるから挨拶した方がいいでしょう。はい、だから挨拶しに来て、それでちょこちょこ来るようになって、遊びに来るようになって、はい、師匠の絵を見て、あ、すごいかっこいいと思って、それで弟子にしてくださいって言って。はい、わかりました。あのそれで最初はマシンで彫りましたか、手彫りで彫りましたか？一人でやってる時だからマシン。はい、うん、で先生のところに来るようになって手彫り。はい、うん、わかりました。あの修行期間が終わってから自分の店を開きましたか？これはね、ずっともう修行期間もお店をやってました。はい、その時はだから手彫りはまだ修行だからできないけど、はい、マシンはできるでしょ。はい、うん、自分の店で、うん、はい、わかりました。あの一般的に堀氏の名前どうやって決めますか？あの自分はね、初めはもう初めからもう堀光って、光っていうのは自分の名前から来てるから、はい、だけど普通は師匠からもらうのかな。はい、うん、名前は普通は師匠からもらうと思います。はい、わかりました。あの何年に自分の店を開きましたか？もう覚えてないな。もう多分25年前とか、そんなこと。あの最初はどんなお客さんがいましたか？ね、日本人ですか？外国人？ずっと日本人です。ずっと日本人。はい、外国人になったのは最近かな。うん、わかりました。だから今はお客さんが 50% は外国人ですか、 50% は日本人ですか、うん、そうですね、半分、うん、はい、あの日本人の中のお客さんはどんな人がいますか？例えばサラリーマンとか。サラリーマンもいるし、全部いますよ。あとは、まあそうだな、サラリーマン、あとはそのロードワーカーみたいな職人さんっていうの、はい、あと学生もいるし、大学生ね、はい、うん、
20歳以下はうちはやらないから、うん、でもそうだな、そうですね、どんな仕事でも結構います。はい、わかりました。あの昔は多分ヤクザの人も、うん、掘ったんですね、うん、今はあんまり今はいないね。あとはね、本当言うと法律ではもう付き合っちゃいけない、日本の法律ではね、はい、だから日本の法律を守ってやらないといけない。はい、わかりました。あの弟子が言ったことありますか？昔ね、昔はい、もう今はいないですね、うん、いないです。あの手掘りでしか掘りませんか？いや、それはじゃないんです、どちらも。今はもう手掘り、まあ急いでる人とか機械でやってくれっていう人もいるから、そういう時はやります。はい、うん、分かりました。でも堀光さんはあの和彫りも他の国のようなタトゥーも彫りますね、うんうん、あのいつからあのアメリカのようなタトゥーとか彫りましたか？アメリカみたいなタトゥーは逆に今はもうあんまりやらないですよ。やらないんですよ、うん、だから大体和彫りのよう、うん、もう全部和彫りみたく、うん、こうチェンジしちゃう。はい、うん、分かりました。それから日本人の入れ墨についての印象は何でしょうか？日本人は入れ墨嫌い、みんなヤクザだと思うから、はい、だから入れ墨してる人のことも嫌いだよね、日本人はね、はい、うん、それでタトゥーといったら入れ墨と違うイメージがありますか、日本人にとって？違うイメージがある。和彫りだとどうしても怖いってみんな思いますよ。でもタトゥーだったらあんまり怖いくないんですか？そうですね、多分そうだと思います、はい、うん、だからあの日本人だったら、うん、タトゥーがあの入れたら、うん、それは大丈夫でしょうか？そのイメージは、うん、大丈夫だと思う。でも見えるところに入れると例えば首とか、はい、あと顔とかあと手とか、はい、見えるところに入れるとやっぱり日本人はえってなると思う。そうですか、うん、はい、あの両脈難尿は入れ墨に対して同じイメージを持ってますか？うん、多分同じだと思います。あの若い人でもこうもっと進歩的な人は随分あの入れ墨に寛容だけども、でも若い人、ほとんどの若い人も、はい、お年寄りもやっぱりみんな嫌いです、入れ墨のこと嫌いです。はい、分かりました、はい、このイメージとか考え方が変わると思いますか、将来に？うーん、日本人はちょっと特殊だからね、変わってほしいけど変わるかどうかは分からないかな、うん、変わるんだろうけどね、もっと外国の人がどんどん日本に入ってきてみんな入れてたらだんだん変わっていくんじゃない？うん、そうだと思います、うん、あの彫り師として日本で働くのが難しいと思いますか？うん、今だから裁判中だからね、裁判中ですね、うん、もし負ければ俺たちは犯罪者になっちゃうから、はい、そこはちょっと大変なんじゃないのかな。まあすぐに犯罪者になるんじゃなくて、一応医師法に違反してるっていうことで一人の人が訴えた裁判だから、はい、また誰かがもしそれであの逮捕されても、はい、その人も訴えればいいんじゃないのかな、はい、うん、分かりました。だから日本で彫り師たちの将来はどうなると思いますか？今はね、今この瞬間はその裁判次第だね、はい、スペンズオンコートケース、はい、うん、分かりました。それでメディカルライセンスということですね、うん、メディカルライセンスだけど、メディカルライセンスあったら医者になるよ、はい、俺はそうですねみんなから尊敬されてさ、はい、人の命を助けて、だから
そんな難しいんじゃない、うん、そうですね、うん、はい。それで入れ墨の中で有名な、ちょっと待って、はい、はい、ちょっと、あ、はい、エディットしてください。はい。はい。すみません。はい。うん。入れ墨の中で有名な画題を教えてください。うん、例えば、カラシシとボタンとか、他の。ああ、それはね、あの、入れ墨の中で有名なのは、水滸伝っていうのがあるんですよ。はい、その水滸伝、はい、を、題材にしているものが多いです。それでそれ以外だと、例えば神社とかお寺の彫刻、はい、わかりますか、はい、そうです。だったり昔のストーリーが、はい、うん、唐獅子はあれはライオンだから、はい、ライオンはあの王様でしょ、はい、動物の王様だから、はい、で、唐獅子とボタンは、ボタンも花の王様だから、はい、みんな、その、シャレ、シャレっていうのはね、ちょっと英語だと難しいかもしれないけど、こう、なんだろう、粋とか、日本人の粋っていうのとか、はい、シャレっていうのを、勉強するとちょっとこうかっこいいものが分かってくるんじゃないかな、はい、で水滸伝、背中とか大きい水滸伝とか歌舞伎から来てます、はい、歌舞伎とかあとは昔の浮世絵とか、はい、あとはまあもっと前だとこう読む本があるんだけど、はい、そういうのから来てます。でこんなかっこいいヒーローに俺もなりたいなって言って、はい、入れ墨入れるっていうことが多かった。はい、分かりました。それで動物だったら、うん、あの花の中で何でもいいんですか。例えばカラシシと、例えばアサガオとか。それはいいですよ。ルールはね、昔は結構いろいろうるさく言ったんだけど、うん、今はあんまりルールがなくなってきた。本当ですか、うん、はい、でニーズもあるし、そのアンラッキーだったら、それがもしそのペアがバッドラックだったら、それはやらない、はい、だけど何もなかったら別に大丈夫でしょう、はい、だってハスの花、あのロータスフラワーだって、はい、ずいぶん前はあんまり入れ墨には入れる人いなかった、はい、だけど今は結構入れる人いるでしょ。あとは、まあ、だから何でもいいんじゃないかな。時代によってどんどん変わっていくと思います。はい、わかりました。うん、はい。あの、堀光さんが一番頼まれた画題は理由ですか、恋とか、あの、金魚ですか。いやー、わかんない。もう絶対わかんない。でも、ずいぶん前は竜ばっかりだった。竜は、だからそれも時代によって変わってくる。あの、はい、ムーブメントって、ブームが、はい、この時は竜が流行って、はい、その後竜からまた別なのになって、はい、また別なのになって、はい、流行りが変わっていく、はい、それと外国人なら、うん、あの声とか金魚が本当に人気ありますか。それも今は声とか金魚がもしかしたら人気、はい、ちょっと前はみんな声がいいって言っていっぱい来た、はい、でも今はちょっと鯉はこう、はい、だってみんな同じものは入れたくないでしょ、はい、いや何か新しいものを探してくるから、はい、だからどんどんチェンジしていきます。あのお客さんは堀光さんに連絡する前、うん、大体入れ墨の画題をもう決めていましたか。あの決めてくださいってこっちから連絡来て、はい、決まってますかって聞きます、はい、
決まってたらじゃあリファレンス何か送ってください、はい、決まってなかったら決めてからここで決めたいっていうのはなしです、はい、だって決まらないからいつまでだってあこれもいいこれもいいこれもいい、はい、だから堀光さんのおすすめを頼む、うん、それが一番それが一番ベスト、はい、日本語では餅は餅屋って言うんだけど、はい、お餅作ってる人が一番お餅美味しいお餅を作れるっていう意味です。はい、入れ墨をやってる人に任せれば一番いい入れ墨をやってくれる、はい、で、何でもそうプロに任せた方がいいっていう意味、はい、だから俺たちに任せてくれて大体こんな感じっていうのを言ってくれれば、はい、それが一番ベストウェイだと思いますよ。わ、はい、うん、かりました。僕の場合と同じぐらいですね、うんうん、はい、あの大きい入れ墨だったら何回も店に、うん、あの来なければならないんですね、うんうん、そしてあの途中で辞めるお客さんが多いんですか、うん、多いよ。どうしてですか。痛すぎるですか。あの痛いのもあるし、お金のこともあるし、あとは何か、まあ、プライベートなことだから、はい、分からないけど、でもこっちからは何も聞かないですよ、はい、電話してどうですかっていうのは言わない。だってみんなのそれぞれのね、はい、理由があるから、はい、People は have own reason でしょう、はい、うん、だからう、ね、こっちからは言わないです。はい、わかりました。あの手彫りで彫った入れ墨と、うん、マシンで彫った入れ墨と比べるとどう違いますか。ね、最近はマシンも随分進化してきてすごく手彫りに近くきれいに入るようになってきた。でも、うん、味かな、味テイスト、はい、ちょっと違うかな、はい、それはね写真とかカメラじゃ映らない、はい、目で見ないとわからない、はい、でもそれはすごく違う。本当ですか、うん、あの何が違いますか。色の濃さもそうだし、でも色の濃さは最近のマシンもすごく綺麗になったし、あ、強くなったし、インクもすごくいいのが出てきたから、はい、でもこうランダムな感じとか、はい、そういうテイストはすごくいいんじゃない。はい、そうですね、はい、それと手彫りはマシンより時間がかかりますね、うん、あのそうするとお客さんは大体どちらに決めますか。それも人によるかな、はい、うん、ちゃんと入れ墨のことを分かってる人は手彫りがいいっていうし、はい、まあ人それぞれかな、はい、うん、そうですね、うん、はい、分かりました、うん、どっちがいいとかは言わない。はい、うん、分かりました、はい、それで終わりにしましょうか。終わりですか。はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。